にちは、こんばんは、サリノです。今から京都に行きます。ということでパッキングをしていきたいと思います。あ、一応このチャンネルは1年の半分以上旅する暮らし方をするほど旅が大好きな私が旅の Vlog やホテルのレビュー、お得に旅する情報などを発信しています。まだの方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでどんどん詰めていきます。今回はいろんな予定がポコポコあって、京都に最短で3泊4日、まあ、長かったらもうちょっと延泊してもいいかなぐらいの日程でいるので、パソコンとかカメラを持っていきたいので、こちらのマムートのリュックを使います。いや、もうしっかり旅するってなったらマムートですよ。で、どんどん準備をしていきたいんですけど、まずはお洋服だよね。ちょっと寒いかもしれないけどスカート履きたいので、こちらの黒いスカートと、最近ユニクロで買っちゃったニットも持っていきます。すごい勝手なイメージだけど京都にこのブルーのカラー合いそうじゃない？さらにこちらのすごいゴムでできてて着やすいパンツと、京都でお会いする方から聞いたんですけど相当寒いらしいので、こちらのパーカーを持っていきたいと思います。このパーカーすごいお気に入りなんだ。 1、2年前に GU で買った気がします。今年も同じの出てるのかな。なんて言うんでしたっけ、この素材感、光沢があってカジュアルになりすぎずに着れるのですごくお気に入りです。肌触りもいいの。他、下着とか靴下とかハンカチとかを2セットですね。これらを詰めます。今回はすごい楽しみなことがいっぱいあって、まず今から京都に行くんだけど、その行き方が2階建てバスの全面展望席を予約しているんです。いや、もうすごい楽しみでさ、なんかやっぱり私の住んでる関東方面から関西圏へって移動したことがたくさんありすぎて、もうどの行き方も若干秋が来てたんですねで、毎日やってるショールームの配信でなんか面白い行き方知らないってリスナーさんに聞いたら、展望席はって言われて、あ、確かにと思ってそのまま予約しちゃった。すごい空いてたから、もしかしたら広々撮影もできるかも。いい感じに道中を一緒に楽しんでもらえるような動画にできたらなって思ってます。はい、包み終わりました。こんな感じでお洋服です。これをリュックのこの辺に、下の方に入れようと思います。見えてるのかな、こんな感じ。はい、でパソコンよ。パソコンの充電器でしょ。ガジェットの類です。ここに入ってるのはカメラとかスマホの充電器は抜いた、ひとまず使わないだろうなっていうものです。ここに入れるでしょ。あ、でメイクポーチね。最近このセリアで買ったポーチに入れてしまってる。すごいなんかサイズ感がぴったりすぎて、よく言えばもうちょっと縫製がしっかりしててパーって開けても破れなさそうだったらいいんですけど、なんかこのぐらいのサイズ感がね、本当にしっかりお化粧したいけどミニマルにパッキングしたいみたいな、私の需要にすごいジャストフィットなんですよね。入れます。次、基礎化粧品とかですね。これはメイク落としでルルルのバームを入れ替えてます。で、シャンプーとかリンスとかはお泊まりするところにあると思うんですけど、とりあえずこの洗い流さないトリートメントがあれば、どんなどんなシャンプー、どんなリンスが出てきてもひとまずサラサラにはできるかなって感じです。導入化粧水、化粧水、乳液は全部無印です。あとちょうど使い切れるぐらいだけパックが残っていたので、これも持っていって帰りは使い切ってるみたいな状態にしたいと思います。で、その他細々した衛生グッズ、マスクとかカイロとか街歩きしそうなのでハンドジェルです。あと歯ブラシとデンタルクロスと歯磨き粉、このケースは無印良品のやつです。もうずーっと使ってるわ。これも入れます。 YouTube の撮影もするのでオズマアクションも持っていきます。機能的にはオズマアクション大満足だし、私これ2個目買うほど気に入ってるんですけど、最近オズモポケットが気になってきちゃってさ、やっぱりちょっと大きいよね。まあ、どうせリュックだからいいっちゃいいんだけど。あと大事に扱いたいデータは、このガジェット系を入れる場所のモコモコしたところにしまいたいと思います。それから私にとってどうしても必要なので、手帳とボールペンも持っていきます。
そして充電器をきれいにまとめたいと思います。そうで、話の続きなんだけど、全面展望席で今回京都に行くんですよ。で、京都に着く日はもう夕方になってしまうから、なんとなく気になっていたお店とか美味しいご飯を食べてホテルにチェックインして終わりかなと思っています。その次の日からなんですけど、ちょっとこのパッキング動画がどのぐらいのペースで出せるかわからないから順番が前後してしまうかもしれないんですけど、一応まだぼかした状態で言うと、とある旅行系の YouTuber さん、すごい素敵な方で、私も以前から見ていた方の YouTube の企画に参加させてもらえることになりまして、それで京都に2泊3日みんなでシェアステイをするんです。いや、もうすごい楽しみ。メンバーの方とは一度 Zoom でおしゃべりしたことがあるんですけど、すごいいい人そうな方たちだったし、シェアステイの旅の日程もある程度 YouTuber さん側で決めてくださっていて、着物を着て京都を持ち歩きできたりするらしいの。すごい楽しみ。あ、ということでまとめ終わりました。こんな感じで、もう化け物みたいな感じだけど、これがね、私の中で充電の布陣として一番なんかしっくりきてるんだよね。今まず一つのコンセントで4つさせる、さらにうち一つは三つ股の充電コードっていうね、どんだけ充電したいんだって感じだけど、やっぱり場所を選ばない働き方をしている、まあいわゆるノマドってやつですよ。充電問題が本当に大変なのよ。これとこれは iPhone の充電器なんですけど、長さが違うので、まあ割とどんなホテルにも対応できるかなっていうのと、これはすごく大事な YouTube を撮影しているオズマアクションのバッテリーを3つ同時に充電できる充電器があるんですけど、それに挿す用のやつですね。それはバッテリーをシュポッてはめるだけで、動かすとずれてしまうので、なるべくこのコンセントが床なんだったら、これはそのまま床に置けるような感じで、ちょっと短めのやつを1本バスで使うだろうから、こそこ上の方に置いておいて、こんぐらいかな。はい、こんな感じで詰め終わりました。結構重たいな。やっぱ冬だなって感じだわ。まあでも冬だとアウターを着るからポケットがついてて、そこにいろいろ入れられるから便利よね。アウターこんな感じでふわふわのモコモコで行こうかなって思ってるんだけど、このアウターのポケットにハンカチと、あとイヤホンと、最近購入したこのお財布を持っていきたいと思います。イヤホンとの厚みの差見てよすっごい薄いし、小さくて軽いから使いやすいんです。色味も可愛くて薄紫、もはや気に入りすぎてショート動画も出しちゃったから、見てくれた方もいるかもしれないんだけど、このお財布と iPhone とオズマアクションだけ持っていけば、撮影も観光も楽しむのもバッチリですよね。結構いいお買い物なんじゃないかなって思ってます。ちなみに私はスマホとドッキングできるタイプにしたんですけど、まあこのね、薄々のサイズ感だったら、服に入れたらどこに行ったか分かんなくなっちゃうし、保管方法としてスマホにくっつけとくっていうのもいいのかもしれないなって今のところ思ってます。なのでこれらをポケットに入れて、こんなもんだよね。大丈夫かな。あっという間に終わっちゃったんだけど、いけそう。まあとりあえずこんなもんですかね。まあ、なので途中途中でお話ししていた京都話をまとめると、全面展望席に座るバス旅、あとぼっちで京都フラフラ旅、まあいつものことなんですけど、それから他の YouTuber さんの企画に参加させてもらえるシェア旅の3つぐらい、京都で動画を撮ってこれるんじゃないかなと思っています。いや、もう本当にワクワクが止まらないわ。みんなは京都行ったことありますか？これがお気に入りみたいな京都の楽しみ方があったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで動画はこのあたりで終わりにしようと思います。京都滞在中も YouTube は毎日更新していこうと思っています。グッドボタンやコメントなど励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは引き続き旅の Vlog やホテルのレビュー、お得に旅する情報などを更新していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。